おはようございます。BEMS、FEMS、リッスン EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。トランプ大統領により禁止された中国の大学院生。以下はこの記事の抜粋です。批評家はまた、情報収集と政治的影響力の参加者として、キャンパス講師学院と中国の学生と学者協会 CSSA を指摘しています。世界のいくつかの国が講師学院を閉鎖しました。世界中の講師学院に資金を提供している中国政府は、これらの組織は政治的協議ではなく、中国の文化と社会に関する情報を分散していると述べています。2014年、アメリカ大学教授協会は、孔子学院が学問の自由を脅かす、と題した声明を発表しました。以上です。ありがとうございました。リッスン EVOA でした。